9日午前10時から始まった新人合同自主トレ。雪がちらつく気温の中でもルーキーたちは気合十分。キャッチボールで力強いボールを投げれば、ノックでは軽快な動きを披露。およそ2時間汗を流し、プロとしての第一歩を踏み出しました。しっかりもっと強い球を投げれるように、与えられた場所でアピールして一軍に入れるように頑張りたいなと思います。またドラフト1位栗林投手はルーキーの中では最年長ですが、シャトルランではトップを譲らず、まずは総力でアピールしました。やっぱ高校野球だとか大学野球の方が走ってきてると思うんで、それに負けないようにというのか、自分が負けず嫌いな性格なんで、そういうところで負けたくないなと思って走った結果があれだったんで、本当にトヨタで走った時よりもタイムも良かったんで、良かったかなと思います。そして翌日は笹岡監督が視察。練習の冒頭におよそ2分選手たちに語りかけるなど、新戦力として期待されるルーキーたちに熱い眼差しを向けていました。まず怪我をしないような体作りというのをね、この1月中にやって準備をして、しっかりと2月のキャンプでアピールしてほしいということを言いました。そしてドラフト1位栗林投手についてもコメント。キャンプでね、ピッチングと早く見たいという気持ちの中でね、焦らない、ような調整をしてほしいですし、本当戦力になって、一緒に、ね、戦いたいなという気持ちあります。キャンプでしっかりベストパフォーマンスできるように、この新人自主トレと合同自主トレをしっかり、やっていって、自分の体作り含め本当に自分がレベルアップしてキャンプに臨めるように頑張っていきたいなと思います。